こんにちは。手で芸をするコミーです。なんか鼻声鼻声な気がしますが鼻声ですかね。自分だとちょっとよくわかんない感じでも変な感じ。今日もニードルタティングレースです。これ桜を作ってピンクで編みたい、作りたいなって思ってちょっとプラって探しに行ったらね、こんな、わ、これ画像だと色がこう濃く映っちゃうのかな。あのピンクです。すごい、あの私が想像していたピンクです。なのでちょっと太いからどうかなって思ったんだけど、無理やり、ね、通してみました。どんな感じかね、やってみたかったんですね。これを見ながらできるのかなって思いながら、これね、これピンクでやったらめっちゃ可愛いですよ。はい、今朝は雨は止んでいますけど、風がまだ強いですね。夜中に降っていたんでしょうか。知らないで寝てました。割と夜中は寝てしまったら気にならないんです。地震も起きない、地震が来ても起きない感じですね。これ何個編むんだったか忘れちゃったな。今日はもう朝降ってなかったらこれから降らないんですよね、きっとね。天気予報も見てませんが、ちょっとこのピンクやばいかも。これやっぱりね、やってる時喋れない、めっちゃ頭使ってます。手が覚えてきたかも。そう、こういう感じです。指のかけ方がね、逆になっちゃうんですよね。まあいいか。こういう感じです。そう、このヤスリもかけなきゃと思って、まだ先っちょがとんがったまま。ペンチでね、ちょっとちょん切ってみたんだけど、やっぱりうまくいかないんですよね。ヤスリでできるのかな、こんな先っちょ。ね。ああ、ダメだ。喋れないです。数えなきゃいけないし、頭使うし。向いてないですね、これね、動画に。
これシャトル、やっぱりね、ちょっとネットで見たらシャトルがわからない人、シャトルタティングレースが難しいと感じる人が、このニードルタティングレースをやるみたいな人いました、私と同じ。でもう一個気になってる高島タティングレースっていうのがあるんだけど、それはね太い糸とかでできるみたいで、だから毛糸とかでもできそうな感じで、それもすごく気になっているんですよね。まあ、それこそ本当に専用の針を買わなきゃいけないみたいで、ね、またそうやって道具を増やしていいのかっていう変なところで葛藤します。いつも結局買っちゃうんだけど、わ、なんかいい感じ。これこのピンクいい、ちょっと太いのもいいんだな、糸がでね、こういう感じです。これ5枚作って、はい、見ます。これにします。はい、今日の動画はここまで。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。